調布警察署ふれあいポリスの伊藤さん、そして調布警察署清水さんにお話を伺います。よろしくお願いします。お願いします。ちゃん、歌ってないでご挨拶をお願いします。僕はとーっと可愛い人間のしんちゃんです。どうぞよろしく、今年も来てよーって。じゃあしんちゃん、ずいぶん今年はカメラ目線だね。慣れてきたからねところで清水さん、どうして年末になると犯罪が多くなるんでしょうか。そしてどんな犯罪が多くなるんですか。はい、年末はクリスマスや忘年会などのイベントが多く、つい気が緩みがちになることや、多額のお金を持ち歩いたり、帰省や旅行で家を留守にしたりすることが多くなります。そこでスリやひったくり、空き巣などの犯罪が多発します。お父さん気をつけてね。年末ならではですね。そこでひったくり防止のためにハンドバッグは道路側の手に持たないこと、またお財布や現金は手に持たず、カバンの中やポケットの内側に入れ、身につけるようにしましょう。お金は大切だよね。自転車の前かごに荷物を入れるときは盗難防止ネットなどを使用するのが好ましいですが、雑誌などを載せるだけで荷物が取りづらくなったり、ひったくり防止になります。へえ、これだけでいいの。簡単だね。ながらスマホも犯罪や交通事故の元になりますよ。そうですね。画面を注視することで周りへの注意がおろそかになったり、イヤホンを使用すると近づいてくるバイクや自転車の音が聞こえなかったりすることで、ひったくりなどの犯罪や交通事故に遭う危険性もあります。ニュースで見たことある。その他にどんなことに気をつければいいのでしょうか。犯罪を防止することも大切ですが、万が一事故や犯罪などが起きた場合、すぐに通報することが大切です。なるべく早く正確に、ひったくり事件などでは広範囲に手配することが次の犯罪の予防にもなります。はい、こちら110番です。行くんですか、事故ですか。うわ、かっこいいね、しんちゃん。テレビでやってたよ。そうです、万が一事件や事故に遭ってしまったら、また事件や事故を見たら110番をしてください。110番をする際の注意事項はありますか。はい、まず大切なのは落ち着いて話すということです。1、何があったのか。2、何分前か。3、どこであったのか、というようなことをベテランの係員が上手に尋ねますから、安心してお答えください。慌ててしまって答えられないことが一番困ります。住所がわからないね。困ったな、清水さん。こんな時はどうすればいいんですか。携帯電話やスマートフォンから110番通報するときに、住所や目標がわからないことがあると思います。そんな時は1、電柱の管理番号、2、標識の管理番号などお話ししていただければ、110番指令台の地図画面に表示され、いち早く警察官が現場に急行できます。それは安心ですね。もし事件などがありましたら、慌てずに通報したいと思います。緊急の場合の110番の他にもう一つ、#9110という電話もあります。有料になってしまいますが、こんな簡単なことを聞いたら恥ずかしいかなとか、事件でも事故でもないのだけれどどうしたらいいかわからないというようなことがありましたら、#9110に電話していただきますと、相談すべき機関や担当する部署、係を教えてくれます。悩み事、心配事、#9110で電話してね。24時間対応しています。事件や事故、そして相談事もこれで安心ですね。はい、気軽に相談してください。これから気忙しい季節となりますけれども、ぜひ注意をしていただいて、安心して新しい年を迎えていただきたいですね。いや、私よ、しんちゃんに私だ。
調布警察署のふれあいポリスの伊藤さん、そして調布警察署の清水さん、そしてしんちゃんにお話を伺いました。